木村拓也の後継者、平野紫耀、底力発揮でマクドナルド CM の成功に続き、イヴ・サンローランでも大反響。平野紫耀、イヴ・サンローランのアンバサダーとして化粧品市場に革命。ファンの底力で即日完売の大反響。アンバサダーとしての平野紫耀が、元ジャニーズファンの心をくすぐる、リップ実演塗りで、イヴ・サンローランの製品が即日完売となり、地上波のテレビ視聴率にも大きな影響を与えている。 これは一体なぜだろうかイブ・サン・ローランは、クリスチャン・ディオールの主任デザイナーだったイブ・サン・ローラン氏によって、1961年に立ち上げられたファッションブランド。そのブランドが70代、80代から支持されてきた中で、平野さんのアンバサダー就任によって新たな世代に受け入れられ、化粧品市場において成功を収めている。一見すると若い女性向けのブランドに見えるイブ・サン・ローランの化粧品は、 平野さんが自ら実演したことで、肌のキメが整った若い女性から中高年層までの幅広い層にアピール。そのため、直営店や百貨店に買い求めに訪れるファンが続出している。今や化粧品市場は、韓国コスメやプチプラコスメの台頭によって競争が激しくなっている中、イブサンローランは平野さんの起用によって世代交代に成功したと言える。他のブランドもこの流れに追随し、 独立した元ジャニーズタレントを起用する可能性が高まっている。続いて、平野さんの活躍について言及する。彼は先輩である木村拓也の座を出し、マクドナルド CM において新たな広告の顔となった。これにより、平野さんや岡田純一などの独立組が活躍する2024年に注目が集まっている。このような成功は、単なる商品の売上やブランドの広告効果だけでなく、 ファンとのコミュニケーションや化粧品市場における新たなトレンドの形成にもつながっている。平野さんの活躍がファンの心を動かし、商品の魅力を引き立てていることが即日完売という形で具現化された形と言えるだろう。最後に、これからの芸能人による広告やアンバサダー活動が商品やブランドの成功にどのように影響を与えていくのか。 そしてファンとの交流が新たな市場を切り開く可能性があることに期待が寄せられている。平野さんの活躍が単なる一時の話題ではなく、持続的な影響を生む可能性があることは、業界にとっても注目すべきポイントだ。